日本鹿児島県鹿児島郡豊島村口の島、トカラ列島口の島は、トラツ列島に所属する火山島である。トカラ列島の最も北に位置しており、豊島村の玄関口にある。行政区画としての口の島は、鹿児島県鹿児島郡豊島村の大技である。郵便番号は891-5101。人口は129人、世帯数は75世帯。口の島の北部を、 北緯30度線が通っており、日本では唯一陸地上にある。第二次世界大戦敗戦後の1946年2月2日、連合国最高司令官によって出された覚書、若干の外各地域を政治状況正常日本から分離することに関する覚書によって北緯30度線を境界に口の島を含む北緯30度線以南が、 アメリカ合衆国の統治下となった。1952年2月4日に本土復帰し、口の島を含む北緯30度以南、北緯29度以北の区域から豊島村が新たに設置された。安山岩質用岩ドームの集合した火山島で、島の中央部には前竹があり、前竹南東斜面には急な滑落崖が発達する。前竹山頂部には わずかな噴気活動を行っている割れ目加工が存在しているが、有史以降の噴火記録は残っていない。しかし、火山研究者からは、最新の水蒸気噴火は18世紀以降の可能性が指摘されている。大部分が、機械やカホや火山媒体積以前の噴出物である。ことから約7300年前よりも古く、横だけ起源の高価軽石と火砕流中の、 短鍵からは1万3000ユーブップと1万1000ユーブップの年代値が得られている。約7900年前頃の横岳、南横岳、北横岳で起きた馬帝系崩壊によって岩や口岩雪なだれ堆積物が発生し、崩壊地形の内部に前竹火山が成長した。赤ほや火山灰の堆積以降では、年竹火山などの小規模な溶岩ドームが成長した。 最も新しい溶岩ドームは、年竹火山で、山頂部にはいくつかの爆発火口がある。口の島という地名は、江戸期より見え、薩摩国川辺郡のうちであった。薩摩藩直轄地で里には属さず、薩摩藩の船奉行の支配下に置かれていた。中野島や宝島と同様に、津口番所、異国船番所、異国船塩軒番所が平地されており、 鹿児島城下より派遣された財番と横目が、常駐しその他軍事、島民から推挙された2名が、島制を行った。札藩政洋録及び、洋洋州によると、所ころ総高1国余りとある。鹿児島港南布島から、豊島村営フェリー、フェリー都島にで連絡する。野生状態で生息する固有種の在来牛。期限は少なくとも、約100年前とされている。 1918年から1919 19年頃に、諏訪の瀬島から移入された数頭の子孫である。田トユリは口の島小有種で、非常に優美なユリとして知られ後輩に使用され、園芸品種のカサブランカなどが作出された、乱獲されて一旦は野生絶滅した。その後に自生地由来株の植え戻しが行われており、現在は絶滅危惧アイエールに指定されるとともに、地域住民の手で、 保全活動がされている。ありがとうございます。